エリアを設けておりますので、必ずウォーミングアップ可能エリアにてウォーミングアップをいただきますようご案内申し上げます。またウォーミングアップ可能エリアがご不明な方は会場の案内スタッフにお尋ねください。また安全ピンの使用は禁止となっています。今大会オリジナルのナンバーカード留め具を必ず使用してください。パッケージなどのゴミはお持ち帰りいただきますようご協力をお願いいたします。またグラウンド内および工場内、テントの持ち込み設営は禁止されています。スタート前は十分に水分補給を行ってください。また参加通知書に同封している自己健康チェックを確認なさってレースに臨んでいただきますようお願いいたします。またレース中に少しでも体調に異変を感じたらすぐにレースを中断するよう心がけてください。なお飲料可能な水道はグラウンド出口に流し台を設けております。またホットドリンクのサービスも東方案内所の近くにて行っておりますので、こちらも併せてご利用ください。また計測用チップはフィニッシュ後にご返却必ずお願いしております。また本日レースの参加を見送った方、あるいはレース中に途中で中断をされた方は必ずトラブルコーナーまで計測用チップのご返却をお願いします。計測用チップを持ち帰られませんようにくれぐれもお気をつけください。紛失をされた場合には紛失料金をいただくこととなりますので、あらかじめご了承ください。また日本陸連公認大会に伴い公認記録書発行の受付をトラブルコーナーで行っております。本日のみの受付となります。大会後日の受付はいたしませんので、必要な方は必ず大会開催中に公認記録証の受付手続きをお願いいたします。
しよう。いやー、ダメだ。